そういえば足立さんって休みの日何やってんだ。そうだな、俺は趣味でガーデニングやってんだ。ベランダに小さい畑作ってな、水や肥料をやって育ててんだよ。収穫したもんをつまみに酒を飲むのが最高でな。あら、いいわね。それって楽しいの？え？だって肥料とか撒いてちまちま育てるより買った方が早くない？時間やお金がかかるだけにしか思えないんだよね。自分で育てて収穫することに意義があるのよ。ねえ足立さん。確かに買った方が楽だな。俺は今まで無駄な時間を。足立さん、流されないで、ちゃんと育ててあげて。そういう蝶は趣味なんなんだよ。俺ふん盆栽だけど。こいつ。よ。あ。お。なあ。するぜ。本当だ、いい匂い。私クロワッサン食べたいな。そういえばクロワッサンってどういう意味なんだ。フランス語で三日月という意味だよ。へえ、詳しいな。まあ昔遊んだゲームで覚えた知識だけどね。春日君もゲームが好きなら何かそういうのあるんじゃない。復活の呪文は綺麗な字で書いておかないと復活できないとか。それは知識というより教訓だね。待った。
おう。ありがとう。それでは。どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。すまねえ。いえ。Oh.
おう。はい。春日さん。おお、やけに今日は元気じゃねえか。あのね、マックの手術成功したんだ。これからお見舞いに行くの。本当か、よかったじゃねえか。うん、それでね、これこれ、マックのためにお金をくれた人からのお手紙なんだ。おじさんにも聞いてほしくて。家族で互いを思い、支え合う姿に心を打たれました。このお金はほんの気持ちです。まさしさんのために使ってあげてください。今まで頑張ってきた以上に、これからは皆さんが家族の時間を過ごせるよう、陰ながら応援しています。だって、頑張ってきてよかったよ。ああ。本当、よく頑張ったな。弟の手術が無事に終わったってことは、もう募金活動も終わりか。うん、マー君のことを助けてもらった分、今度は私が他の人を助けてあげたいって思うの。だから募金は続けるよ。そうか、めぐみらしいな。きっとその手紙くれたやつも喜んでると思うぜ。あなた、そろそろ。ああ、もうこんな時間か。それでは春日さん、いろいろありがとうございました。おう、またな。おじさん、本当にありがとうね。え？あ、ああ。それじゃあ。あいつ、なんだか初めて会った時よりも大きくなった気がするな。いい姉貴になるんだぜ。頑張れよ、めぐみ。よう、さっちゃん。え、さっちゃんって。ん、あれ、さっちゃんじゃねえ。お久しぶりです、春日さん。日だまりの城でお会いしましたよね。もしかして菜の葉さんか。でも、なんでここに。誰に聞いてこの店を。私だよ一番。ほらよく見て、サエコだって。あ、やっぱさっちゃんかよ。一番にも見抜けないなら大丈夫だね。例の桂川も私を菜の葉だと思う。あ、この今のはあれだよ、引っかかったふりしてやったの。はいはい、それでも結構。それより桂川の居所が分かったよ。これから抜き打ちで押しかけて、菜の葉として別れてくるつもり。一番も一緒に来てくれるんだってよね。ああ、そういう約束だったな。あいつは今
自分のオフィスにいる。コンサルとか言ってたけど、実態は闇金だったみたい。ボディーガードも社員もみんな族時代の仲間たちだって。結局立派な半グレだったわけが。なんでナノハはそんなのに引っかかっちまうんだ。そういう子だったから私もついつい口出しすぎちゃってたわけ。これで私の気持ちも少しは分かったでしょ。そういうことなら無理なかったのかもな。ま、とにかく行ってみるか、桂川の会社に。まったくよ、さっきから全然話にならねえな、マジで。急に押しかけてきたと思ったら、一体その男に何を吹き込まれたんだ。ナノハ、お前自分が何言ってるか分かってんのか。分かってます、もちろん。もうこれ以上あなたに払うお金はないって言ってるの。んだと。となるとあなたにも私と付き合う理由はもうないでしょ。つまりお別れってこと。バカ言うなよ。それじゃあまるで俺が金目当てでお前と付き合ってたみたいじゃん。それも今更どうでもいい。これまで貸してきたお金も全部返してください、即刻この場で。いや、だから今はそれどころじゃないんだって。あと200万ないとこの会社がヤバいんだ。頼むって。なのはソープで働けば200万くらいなんとかなるだろう。桂川さんよ、その前に聞いときてんだ、あんた菜の葉に全部でいくら借りてる。まあうるせえよ、んなもんてめえに言う義理はねえだろうが。もし今菜の葉があんたに200万貸したとして、じゃあ合計でいくら返すつもりなんだ。さあね、大まかには覚えてるんだけどな。その金額も言えねえのにまだ追加で彼女に金を借りる気か。まあ何回か借りてるからよ、んなすぐに細けえ数字は出てこねえっつうか。でしたら130万円です。桂川さんが菜の葉さんにお借りした金の合計。おい山下、何勝手に口挟んできてんだ。俺の許可もなくよ。すみません失礼しました。優秀な部下がついてるじゃねえの。じゃあ返してもらおうか、その130万。さっきから何なんだてめえは。ヤクザみたいななりしやがって。てめえの方こそナノハをしゃぶり尽くす気なんじゃねえのか。だとしてもあなたには関係ない。130万返して、それで私たちはもうおしまい。本気なのかナノハ。俺お前を愛してる。お前もそうだって言ってたろ。ナノハがそこまであなたのこと。世間知らずのお前には俺みてえなタフな男がいる。お前は俺が守っててやらねえとダメな女なんだよ。なるほどな、そうやってナノハを縛りつけてたわけか。てめえはしゃしゃい出てくんな、チンピラ。おい山下、何グズグズしやがる。今すぐこの野郎をつまみ出せ。いえ、もういいでしょう、桂川さん。あ？なんだって。俺からもお願いします。ナノハさんのことはもうそろそろ解放してあげませんか。この人は親の介護のために必死に働いていました。その間あなたは他の女と遊んでたじゃないですか。てめえどういうつもりだ。なのにナノハさんがソープで稼げると知ってまた絞り取ろうとする。いくらなんでもあんまりです。俺はもうナノハさんを見てられなかったんです。誰に口聞いてんだ。厨房の頃からずっと面倒を見てきてやったのは誰だ。この俺だろうが山下、またパシリからやり直すのか、クソガキが。ずいぶん人望が終わりのようだな、桂川。みんな日頃からあんたに不満を抱えてたが、
うるせえ。おい、お前ら何やってんだこれ。こいつらを黙らせろ、山下の裏切り者だ。まあまあ想定内の展開だ。山下君の心変わり以外はね。本当にね。俺は多分きっかけが欲しかったんだ。桂川さんたちと腐れ縁を切るためのきっかけを。そうかい。実際はもっと単純なんじゃねえか。実はナノファに惚れてたりして。そうかもしれません。いいね山下君、案外順調じゃねえか。ごちゃごちゃうるせえ。てめえら二度と口が引けねえようにしてやる。許さない。相手にならないんじゃない。よし、ほら来いよ。とっておき。かかってこい。なめないで。よし、行くぞ。ほら来いよ。とっておきだ。絶対負けない。行くぞ。さっきの威勢はどこ行ったんだ、桂川。口ほどにもねえ。ナノハに借りた金を返せ。この場ですぐにだ。そして今日中に偉人帳を出て行け。次またこの町でてめえを見かけたらぶちのめすぜ。ナノハと連絡取ろうとしただけでもぶちのめす。わかりました。だからもう殴らないでください。なら殴らねえよ、俺の手ではな。このクズが。二度と女を食い物にするんじゃないよ。ナノハさんじゃないって。じゃあお姉さんだったってことですか、双子の。いや、悪いな山下君。せっかく勇気出してナノハの前でカッコつけてくれたのに。ごめんね山下君。いえ、まあそれはもう、だって仕方ないですもんね。でお姉さんはナノハさんがソープにいたことは知らないふりをしていたいと。そう、だからさっき桂川の件で私がいたこともあの子にはオフレコってことでいいよね。ええ、ですがナノハさんからこの状況を見ると、突然彼氏が別れも告げず町を出てったわけですよね。それも疎遠だったお姉さんから悪い男と別れろって電話があってすぐに。なあ、それがどうかしたか。となるとお姉さんが何か桂川が消えたことに関わっているようにしか見えなくないですか。お姉さんの何らかの差し金で桂川が町を出たというふうに見えるんじゃないかと。で、そういやそうかもな。いいよ別に、それならそれで仕方ないんじゃない。またナノハがサッちゃんに切れてもか。それでもいいのかい。最優先なのはナノハの幸せ。私があの子にどう思われようが、それは二の次。そんなのも、今回サッちゃんはナノハのためにすげえ骨折ったんじゃねえか。桂川につきまとわれ続けるやん、ナノハはしゃぶり尽くされるとこだったんだぜ。電話で話してくれるだけでもありがたいって仲なの。
私はあの子が不幸にならないように見守るだけ。でもよ、あの、じゃあ菜の葉さんには俺からこう言っておきますよ。ん？桂川は事業に失敗して町を出たって。あの人が借りてた金も俺から彼女に返しときます。そうすればお姉さんが関わっていたことは菜の葉さんに気づかれないかと。するとつまり山下君だけがこの件であの子に感謝されるわけか。そうですね。いや、しかしそのまずいでしょうか。俺は菜の葉さんのことが気になってました。桂川なんかに捕まってかわいそうだなって。俺でよければいつか救ってあげたい、守ってあげたいと思っていたんです。だから今日俺は桂川を裏切りました。菜の葉さんを守るなら今日しかないと思って。さっちゃん、山下君がこう言ってるけどどう思うよ。ねえ山下君。はい。例えばレストランとかコンビニであなたは店員さんに偉そうにする人？ええ、肩着の人と話すときは敬語ですかね。やからっぽいのには舐められるわけにいかんのですが。そっか。ま、だったらとりあえずは合格かな。なんか妹の彼氏になるハードル低すぎねえか？だからとりあえずって言ったでしょ。ん？大丈夫。菜の葉のことはこれからもずっと陰で見守るつもりだから。もし山下君があの子を泣かせるような男なら絶対にもう見過ごしたりしない。私はあの子の幸せのためなら手段を選ばないわ。なるほど、わかりましたよお姉さん。俺も望むところです。まったく頼もしい姉貴だな。さっちゃんはよ、いつか菜の葉もそのことに気がつくと思うぜ。それもそう遠くないいつかだ。今回は本当にありがとうね。あなたのおかげでまた妹が助かった。本当に感謝してるよ一番。これからもよろしくね。どうも春日さん。ここはなかなか居心地のいい店ですね。なあ、だろ。しかしあんた一人で飲むのが様になってるな。さすがイケメンだ。悪い気はしませんね。よかったら一杯ご馳走させてください。お、マジで？いや話せるね、ハン・ジュンギ。あなたは不思議な人ですよ春日さん。孫妃もあなたのことを高く買っています。私が焼き餅を焼くほどにね。よく言うよ。そういや彼女とはもう長いのか？なんかお嬢様と羊って感じに見えるけどよ。私がコミジュルに来たのは3年ほど前のことです。まだ長いというほどではありません。そうかい。それまではジングオン派という組織にいました。私はそのリーダーの影武者だったわけです。影武者ってと替え玉のことだよな。本物そっくりの。ええ、主が敵対組織に狙われた時には身代わりで殺される。それが役割です。今時そんなのが本当にいるんだな。ん？ってことはあんたの今の顔は？作り物の顔です。大掛かりな整形手術を受けました。自前の顔もハンサムでしたけどね。
しかしもはや写真すら存在しません。へえ、過去は捨てたってことかい。かっこよく言えばそうです。となると本名も半純義じゃないわけだよな。本当の名前は何てんだ。まだそこまでの仲じゃないでしょう、私たちは。だから名前を呼び合うのが友達になる第一歩だろ。なかなかやりにくいですね。私はもう少し人と距離を置きたいタイプなんです。人言張って組織がそういうとこだったのか。名前からすると韓国マフィアだよな。春日さんは元東条会ですよね。なのに人言派をご存じないとは。無所暮らしが長かったもんでね。人言派が東条会とやり合っていたのは1980年頃。あなたが刑に服すずっと前です。80年頃って40年前か。俺はまだ赤ん坊に毛が生えたようなもんだぜ。私はまだ生まれてもいませんでした。ですがその時に人言派は東条会に襲われ、ほとんど皆殺しにされた。30人ほどがね。 30? 当時のカムロ町はアジア最大の町でした。その島をめぐる抗争は激烈だったと聞いています。そして東条会はあまりに強く、凶暴性をむき出しにしていました。だからって30人も。報復のため韓国の人言派本部はさらなる構成員を断続的に日本へ送り込みました。がそのいずれも東条会の牙城を崩せず、しかしだからといって本国へ戻ることも許されない。結果任務を果たせなかった者たちはどこにも行き場をなくして見捨てられました。そんな者たちの一人が私の父親だったわけです。ならお前さん自身は日本生まれか。ねえ、かといって日本で歓迎された記憶はありませんがね。さらに言えば仇の在日コミュニティからも受け入れられませんでした。うちの家族はマフィア崩れの半端者としてどこからも弾き出されていたんです。そんな我々のことを端的に言えばはぐれ人言派といったところでしょう。はぐれ人言派か。倒したら高い経験値がもらえそうだな。あ、さては春日さんもゲーム好きな口ですね。なあ、ガキの頃は散々遊んだぜ。ではいつか一緒にゲームの話もしましょう。私も嫌いではないので。おうよ。そんでそのはぐれ人言派はその後どうなったんだい。21世紀に入って2006年の冬、私が20歳になった頃、本国の人言派は日本の極道らに大攻勢を仕掛けます。ただしその際我々はぐれ人言派には声もかからなかった。完全に蚊帳の外です。私の父親たちは日本へ行くよう命じた同胞から完全に忘れ去られてもいたわけですよ。なるほどな。俺も一人同じような目にあったやつを知ってる。え？今あんたの目の前にいるぜ。組に捨てられて18年無所にいたい。あ、そうでしたね。道理で春日さんを嫌いになれないわけです。で人言派の大攻勢ってのはどうなったんだい。長い時間をかけて計画されていましたが、結局東条会に潰されました。皮肉なことにその時の彼らもちりぢりに我々はぐれ人言派へ加わることになった。惨めなものでしたよ。打ち捨てられた者同士が外国の底辺で身を寄せ合うしかなかったんです。苦労したみたいだな、あんた。見た目チャラい割に。それはお互い様ですね。だんだん遠慮がなくなってきたな。そのようです。
どうも今日は私らしくなかった。楽しいお酒でしたよ春日さん。お世辞じゃありません。あんたが影武者をしてた本物の反純義は今どうしてるんだい。彼は3年前に神言派を復活させ、一時は神室町の一角を手に仕掛けていましたが、頭に銃弾を受けて殺されました。その肝心な時に私はそばにいなかったんです。そうだったのか。ん？じゃあそれだったらよ、あんたもう本当の自分名乗っていいんじゃねえか。なんでまだ影武者のままでいるんだよ。もしかしてこのまま本物の反純義になり変わろうとしてるとか。さて、だとしても春日さんには関係ないことです。違いますか。違わねえな。それでは。簡単に腹ん中見せるタイプじゃねえもんな。また今度じっくり飲んでみるか。